はい、こんにちは、チェチェチェです。歴戦をイベルクアーナの素材で作成できる新しい防具、ラビーナガンマシリーズ。今回はこちらを採用した体験装備、月光ラージャン対策装備、歴戦をイベルクアーナ対策装備、火力型氷気錬成装備の3種類ご紹介したいと思います。まずは月光ラージャン対策装備です。使用します体験はブラックミラブレード。氷の覚醒体験をいろいろこねくり回して氷気錬成超越とかもやってみたんですが、結局物理が高いブラックミラブレードがダメージが出て対策スキルも詰め込めたのでこちらにしました。防具構成はララドララです。オルムング採用の KO 体験も考えてみたんですが、そこまでスタンチが高くないのと、特にラージャン相手ですと粘着石を落としてくれるのでスタンはそちらで狙うということで採用しませんでした。カスタム強化は攻撃と回復にしたいんですが、大霊脈玉が足りません。足りない場合は回復回復とかでいいと思います。スキルです。シリーズスキルで快進撃属性と氷気錬成が発動しています。氷気錬成スキルがあると氷気ゲージという特殊なメーターが出てきて、ゲージの段階によってダメージ量に倍率がかかります。武器種によって上昇倍率は変わるんですが、体験の場合はゲージが1段階目の時は 1.05 倍、2段階目の時で 1.15 倍、マックスの3段階目の時が 1.3 倍になります。この氷気ゲージは攻撃をするたびに減っていき、納刀すると回復をするので、納刀機会の多い体験には新ため切りを多用する場合であっても非常に相性がいいスキルです。特に今回の構成はほぼ抜刀攻撃だけするのでめちゃくちゃ相性がいいんですよね。ついでに快進撃属性もついてきます。こちらは快進攻撃が発生した場合、属性にも倍率がかかるというスキルです。体験の場合はそこまで属性値でダメージは大きく変動しないんですが、あるとやっぱり数値は変わってきます。なんですけどラージャンに対して竜属性が効かないので今回の場合は関係ないです。これがあるので氷の覚醒体験ワンチャンと思いましたが、氷属性強化をつけてもブラックミラブレードの方がラージャンの頭に対してダメージが出ました。元の会心率がマイナス 30%、 攻撃レベル4で 5%、 達人1で 5%、 挑戦者レベル5でモンスターが怒り状態の時に 10%、 弱点特攻で頭に 10%、 抜刀術技で抜刀攻撃時 100% なので、通常攻撃時は 0%、 抜刀攻撃時は 100% の確率で会心攻撃が発動します。基本的に抜刀攻撃しかしませんが、ダウン中の新ため切りでもマイナス会心は発動しませんよという構成です。超会心レベル3のおかげで会心攻撃発動時物理ダメージが 1.25 倍のところ 1.4 倍になっています。集中レベル3で貯める速度を早め、納刀術で納刀する速度を上げています。これらは抜刀体験の必須スキルです。貯めるとダメージがガラリと変わるので、貯められるときは貯めたいんですよね。耐震レベル1があるとラージャンの攻撃でグラグラしなくなります。また回避距離レベル3があるとラージャンの攻撃が面白いぐらいに避けやすくなるので、ラージャン戦では回避距離がおすすめです。災火転覆があるので雷やらになってしまった後、打ち消しの実を飲むことで物理攻撃力が上がります。支柱に活があるので雷やられになってしまった時も回避性能レベル5の効果が得られ、ピンチな時も救われることがままあります。不屈を採用しているので導きの地でラージャンを狩る時にも使えます。装飾品です。そこまでレアな装飾品は使ってはいないんですけど、足りない場合は攻撃や挑戦を外して入れ替えていただければなと思います。これ達人にしてるんですけど、通撃でもいいですよね。ただ頭に当たらなかったことを考えると達人の方がちょっといい気もします。重ね着です。ギルドパレスがなかなかいい味出してるんですよね。ザ体験用の装備って感じしませんか。上半身をちょっと重い感じにしたので下半身は軽い感じに仕上げてみました。続きまして、歴戦をイベルクアーナ対策の体験装備ご紹介します。使用します武器はミラボレアスの素材で作成できるブラックミラブレード。防具はドドドドラです。やっぱり歴戦をイベルクアーナ対策に歴戦をイベルクアーナの防具があるといいんですね。カスタム強化は攻撃と回復にしたいんですが、大霊脈玉が足りません。回復回復でいいと思います。スキルです。シリーズスキルで継承と超越を採用しています。継承は極意によって制限されているスキルのレベル上限が全て解放されます。
なので渾身レベル5、整備レベル5、挑戦レベル7とかを混在させられるようになります。かなり強力です。超越、こちらはスキルの新技物と新弾丸節約に加え、クエスト開始時や力尽きた後に体力とスタミナがプラス100になります。新技物は約 75% の確率で切れ味が落ちないスキルです。なので切れ味が10あれば実質切れ味30から40ぐらいあると考えていただいて大丈夫です。運によりますけどね。新弾丸節約は遠距離武器の話なので割愛します。クエスト開始時や力尽きた後に体力スタミナプラス100になりますが、重複はしないので体力の上限は変わらず200です。体力増強レベル3やスタミナ上限突破、猫飯がなくても常にマックスでいられるという感じです。なのでこの装備だと高級お食事券ではなく普通のお食事券で問題がなくなります。会心率は元の会心率がマイナス 30%、 抜刀術技で抜刀攻撃時 100%、 挑戦者レベル7でモンスターが怒り状態の時に 20%、 弱点特攻レベル2で傷のついた弱点部位に対して 30% なので抜刀攻撃時は 100%、 それ以外の攻撃だと 20% の確率で会心攻撃が発動します。超会心レベル3を採用しているので、会心攻撃発動時物理ダメージが 1.25 倍のところ 1.4 倍にしています。基本的には抜刀攻撃で立ち回る感じです。氷耐性レベル3を採用しているので氷耐性が24あります。さらに体幹の装備のおかげで氷属性のダメージをマイナス 70% カットできるのでかなり力つきづらいんですよね。さらに精霊の加護レベル5があるので、ダメージを受けた際 40% の確率でダメージを 60% もカットしてくれます。気絶耐性があるので攻撃を連続で受けても気絶になりません。回避距離に関しては歴戦をイベルカーナと戦うときはぜひ採用してください。足元を救うブレスや円形に広がる氷を避けやすくなります。装飾品です。装飾品が足りない場合は挑戦や長身を抜いてください。加護とか整備抜いちゃうと一気に難易度が上がるのでおすすめできません。ほんとね、体幹の装備を着てる時に致死率が全然変わるので、ぜひ整備も加護も刺繍していただければと思います。重ね着です。いや、悟空王の頭が可愛すぎる。最後にこれは好みが分かれると思いますが、火力型の氷気錬成体験です。使用します武器は赤龍の立つ剣ホニャララです。モンスターに合わせて属性を変えるといいと思います。これ1本でいきたいという場合は爆破属性でもいいと思います。以前ご紹介しました汎用装備と柱で恐縮ですが、火力を比較していきます。まず以前ご紹介しましたブラックミラブレードを使った汎用体験の火力見ていきます。柱で恐縮ですが、新溜め切りの威力を見てください。1751、もう一回やっていきます。1803。体験って当たりどころによって結構ダメージ変わるんですけど、だいたい1700台で、いって1800前半です。続きまして今回ご紹介します狂気錬成抜刀体験です。一発目を当てないでやると1874出ました。一発目を当てないとよっ、はい、1900いきましたね。でこれ柱だとこの2発目新ため切りの1個手前の攻撃が当てないようにするとこう端っこに当たっちゃうんですよ。で柱ってこの真ん中のところの肉質は柔らかいんですけど、この線の下側は肉質が硬いのでダメージがうまいこと出ないんですよね。ほら下に当てるとダメージが出ない。なのでもちろん一発目を当てた時でも1874出ます。大体なんですがこのように100ぐらいダメージが変わってくるんですよね。なので火力だけで言うと今回ご紹介する氷気錬成体験の方が上回ってるんですよね。ただ火力が出る分デメリットもありますんで、そこも後ほどご紹介していきます。覚醒能力で氷竜の神秘残りを攻撃にしています。カスタム強化は攻撃と回復です。スキルです。シリーズスキルで快進撃属性と氷気錬成継承が発動しています。シリーズスキルは月光ラージャン対策装備で解説しましたので割愛します。元の会心率が 5%、 攻撃レベル4で 5%、 見切りレベル4で 20%、 挑戦者レベル7でモンスターが怒り状態の時に 20%、 弱点特攻で傷がついた弱点部位に 50% なので 100% の確率で会心攻撃が発動します。
超感心レベル3のおかげで配信攻撃発動時物理ダメージが 1.25 倍のところ 1.4 倍になっています。集中で貯める速度を早めています。これは体験の必須スキルです。スリンガー装填スアップは拾えるスリンガーの数が上がるのでぶっ飛ばしをした後にも手元にスリンガーが残るんですよね。なのでぶっ飛ばした後強化打ちからの新溜め切りができるようになります。これも抜刀体験以外ですとほぼ必須スキルと言っていいと思います。こちらね火力は高いんですけどご覧の通り整備とか加護乗らないんですよね。以前ご紹介しましたブラックミラブレイドを採用した汎用体験は火力こそ柱で100ぐらいは落ちますが整備レベル5がつくんです。特に不動の装備は体験からすると火力なのでめちゃめちゃ上手い人であればモンスターの動きを見てから新溜め切り余裕でしたができると思うんですけど私レベルのハンターさんだったらブラックミラブレイドの方が整備5がある分安定する場合が多いのではないかなと思っております。とはいえ表記錬成って音も光もかっこいいのでここら辺はお好みで選んでいただければなと思います。装飾品です。攻撃2が3つ、達人2が2つ、匠2で挑戦2とかなりレア装飾品が並んでおります。もちろんなければないで攻撃とか落としていただいて使っていただくこともできるんですがそれであれば以前ご紹介した汎用体験の方が安定するんじゃないかなと思います。行き着いた先の人が使う装備かな。重ね着です。かなり身軽な感じなんですけど実はですねこれめっちゃ個人的に好きなところがあるんですよ。これわかりますか。これ上から見た時にこう背中がねもう本当に丸見えになるんですよ。これちょっと暗いからわかりづらいかな。お尻の線のちょっと上くらいまで背中が見えるのでこれはかなりエチチチだと思うんですよね。すいません家族で見てる方大変失礼しました。なんですがこれ非常におすすめなのでぜひ皆さん使ってください。このコウモリがなんかモザイクみたいになるんだよな。ということで今回はラビーナガンマを採用した体験を2種類ご紹介しました。最後までご視聴誠にありがとうございます。これ一択みたいな感じじゃなくてもう結構好みで使い分けることができるので気分転換にいろいろ作ってみるのもいいんじゃないかなと思います。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチもよろしくお願いします。またねー。